乳児に対する心肺蘇生法の説明です。乳児の心肺蘇生も胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を交互に繰り返します。基本的な流れは成人の場合と同じです。ここではやり方が成人と異なる内容に絞ってご説明します。圧迫を加えるのは胸骨の下半分、両乳首を結ぶ線と胸骨が交差する場所から少し足側の位置です。圧迫に使うのは指2本です。指2本で胸の厚さのおよそ3分の1沈むまでしっかり押してあげます。これを30回繰り返します。1分間に100回から120回のペースで、圧迫はメリハリよく、特に圧迫の解除を確実に行うことを意識してください。なお、この動画では105回のペースで行っています。胸骨圧迫を30回行ったら人工呼吸です。気道を確保し、乳児の口と鼻を同時に救助者の口で覆って息を吹き込みます。胸が上がるのが見える程度の量をおよそ1秒かけて静かに2回吹き込みます。乳児は成人以上に人工呼吸の必要性が高いと考えられています。訓練を受けていて人工呼吸を行う技術と意思がある場合はぜひ実行してください。